パパ、ママ、ただいま。あら、リンク、お帰りなさい。ハッピーアラウンドのみんな、いつもリンクがお世話になってるね。私たちのことをご存知なんですか？もちろん、リンクから話を聞いてるよ。いつもライブの動画を送ったりしてるんだ。二人ともハッピーアラの大ファンなんだよ。ムニちゃん、久しぶりね。おばさんたちのこと覚えてる？うん、小学校の頃に会って以来よね。覚えていてくれて嬉しいよ。ムニちゃんはあの頃と変わらないね。それってどういう意味かしら。そういえば、みんな学校は大丈夫なの？1週間くらいこっちに滞在するのよね。もうすぐ学校の音楽祭がありまして、そのための準備期間をいただいたんです。うちの学校は毎年音楽祭に力を入れているんです。先生に頼んで特別に授業も免除してもらいました。さすがにアフリカへ行くってことは先生に言わなかったけどね。しかし、リンクが DJ を始めるとはね。島にいた頃は想像もしてなかったよ。リンクは最初から勘が良かったですよ。 BPM も知らないのに自然と曲をつなげてみたり。でも結局真帆ちゃんにはダンスの方が向いてるって言われたけどね。昔からノリは良かったけど、ティオティオ島でリズム感を磨いたんじゃないの？どうかしらね。もしリンクに何か影響を与えたとすれば、この島の自然だと思うわ。ティオティオ島には独自に進化した動物や昆虫がたくさんいるからね。みんなも肌で感じてみるといい。じゃあ早速、私のお友達をみんなに紹介するね。お友達？リンクさんのお友達ってティオティオ島の住民でしょうか？家の近くには誰も住んでないみたいだけど。ムニちゃんたちはここで待っててね。ウキキ、ウキキ。ああ、どうしたのリンク？見てください、お猿さんたちが集まってきました。わーい、みんな元気だった？久しぶり。そっか、寂しかったんだ。会いに来れなくてごめんね。猿と普通に喋ってない？リンクが勝手に翻訳してるんでしょ。でも本当に仲が良さそうで羨ましい。島にいた頃はずっと一緒に遊んでたからね。みんな私の猿友なの。猿友。あの、私が触っても大丈夫でしょうか？やめなさいね、危ないわよ。大丈夫、みんな優しいから怖がらなくていいよ。わあ、本当ですね。頭を撫でても全然怒りません。でしょ。たまに私のご飯を盗む子もいるけど、みんないい子たちなんだ。マホ、私たちリンクの感性に合わせるのよね。つまり猿と友達になれってこと？私もちょっと自信なくなってきた。